君の全然前世から僕はそこら12万。はい、どうも、そうたたた。すいません。TikTok で僕をフォローしてる人は、多分もう見てる。それではスタート。面白すぎた、玄白。いや、それは褒めすぎ、謙信ですね。脇毛の塊。そう、昔からね、脇毛だけは塊魂なんですよね。質問です。トップガみたいに鼻ほじってるんです、カンナムスタイル。いや、ほじってないですよ、女ムスタイル。やっぱ、サイ&タカ。そう、タカ&トシみたいにね。新年明けました。明けましたね。おめでとうございました。はい、おめでとうございました。したした。はい、ウェウェ。2部。カカオ2部。あ、ソータさん、ミラティブやってますよね。はあ、ミラティブね、やってますよ。だけ？ニートですか？いや、エリートです。俺、不登校生。大丈夫、私も動画投稿サボってるから、ある意味、不登校生ですよね。スマイリーに似てますね、おもろいけど。スマイリーさんみたい。いや、申し訳ないんですけど、このスタイルは私の方が早いんご。やば、面白い人見つけてしまった。喋り方好きにしてます。もう、センスの塊。してます。クリスマスからクリスマスでしょ。いや、逆にクリトマトから正月の人はいないと思うんですけど。もう、冬休みですし、お寿司秋元康し、そして豊臣秀吉。全然繋がってないですね。ほんと面白すぎて草。いや、森。いや、アマゾン。この人笑いすぎると、通販サイトになるみたいですね。ソータさんにハマったので草買ってきました。なるほど、つまり僕が頑張ると自然が消滅するということですね。もっと伸びていい人 W。 面白すぎ。そう、身長あと10センチ伸びたいな、なんてね。え、ソータさんって人間だったんですか？そう、僕も最近気づいた。誰？僕。いやいやいや、面白すぎて腹筋シックスパック。いや、つまらなくてもシックスパックだと思うんですけど、早口言葉どこまで言えますか？米のところまで。ホルモンバランスが土砂崩れ。大丈夫ですか？怪我はないですか？面白いですね。そう通り越してもうか。か先起こってむその果てにもうシャカシャカで。どうでもいいんですけど、マックのシャカシャカポテトうまいですよね。面白すぎた八宝菜。強すぎ日村抜刀斎。メルカリ？ヤドカリ？ソータさんの前世って花粉ですよね。君の全然前世から僕はそこら中に待ってたよ。ソータさん見てからスマブラするとめっちゃマリカー強くなれる。なるほどね。道理でドラゴンクエストうまいわけだ。ソータさんの鼻毛美味しそうそう。この人危なそうそう。ソータさんはアンパンマン好き？いや、1回目必ずバイキンマンに負けるのであんま好きじゃないですね。ソータさん、イケボの無駄遣い。逆にイケボの節約ってあります？そうなの？え、声が元からで飛んだ。飛距離は？友達と話してる時とかも突っ込んでる時あるんですか？そうね、あんまり突っ込みすぎちゃって友達骨折したんご。光をその光を僕の